はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、わんこそば挑んでいこうと思います。ね、YouTube と見てる方であれば知ってる方かなり多いと思います。この新宿のね、歌舞伎町の方にございますくるくるわんこさんにお邪魔しておりまして、今回はこのわんこそばチャレンジ挑んでいこうと思うんですけれども、まずはね、こうルール説明ですね、制限時間が40分という形で、何杯ね、わんこそばを食べられるかと、先ほどちょっとお伺いしたところ、1杯がおおよそね、約 10g ぐらいのお蕎麦でして、15杯食べると普通のお蕎麦1杯分ぐらいの換算になるそうです。で、毎月ね、最高記録更新されるみたいなんですけど、あちらですね、今現状で言うと男性が285杯で、女性の方が301杯ということで、過去で言ったら500杯をね、超えている記録もあるそうなんですけども、僕はそんなに今日はガチガチに無理をする感じではなく、楽しんでしっかりお蕎麦味わおうと思います。ちなみにね、こちらのわんこそば、お蕎麦だけではなくて、もちろん追加のトッピングであったりとか薬味もね、販売しておりますので、そういったものもできれば使いながら楽しんでいきましょう。はい、ということでですね、ただいまこれお蕎麦チャレンジ準備していただきまして、めちゃくちゃすごいです。こんな映像見たことないんだけど、チャレンジということで少し気が重たいんですけど、早速始めさせていただきましょう。はい、お願いします。はい、当店ですね、スタンディングのわんこそばとなっておりますので、はい、途中でお手洗いに行くことはできないです。はい、その場にしゃがみ込んだり座ったりすることもできないのでご注意ください。はい、またですね、回ってるおそばは味がついてないおそばになってます。はい、なので手前にある赤いお椀にそばつゆを入れていただいて、はい、麺から1杯ずつ取って移して食べてください。わかりました。必ず1杯ずつですね、はい、複数杯まとめて食べるのは禁止になってます。はい、また移さずに麺からとったお椀で直接食べるのも禁止になってますので、はい、ご注意ください。はい、どんどん食べ進めていくとそばつゆが薄くなってきますので、薄くなったそばつゆは黒いポケに捨てていただいて大丈夫です。はい、ではこの後321スタートという合図を鳴らしますので、はい、合図が鳴りましたら目の前のタイマーのスタートボタンを押していただいてスタートになります。わかりました。これですね、このタイマーでスタートということで、はい、いつでも大丈夫です。いつでも、はい、3、2、1、スタート。それではいただきます。始めさせていただきます。じゃあいただきますね、こうやってこれはこれね、僕ワンコ経験者なんで分かるんですけど、これ、ね、40分結局走れないんで、そんなに、ね、急がなくて大丈夫、多分ね結局動けなくなるからこれに移してってことですね。はい、はい、うん、よし、そしたら1杯目、あ、うまい。やっぱそばっていいな。当店ですね、はい、途中で回ってきて蓋付きのお椀があります。中身に当たりと外れがあるお椀になります。当たりの場合は美味しい薬味が入ったり、中身が空っぽだったりします。あ、なるほど。はい、外れの場合はですね、3倍から20倍ぐらいの20倍のワンコそばが、そうですね、最大で20倍ぐらいのワンコそばが、15杯で1杯換算なの で、ね、もうそもそもその1杯でおそば1杯分以上入ってるってことですね。場合によっては、はい、YouTuber としては開けたいところだけど怖いですねうわ、次見たら開けますか、これ。これこの子ね軽い。いきますよ、これ。あ、薬味。薬味、お、当たりです。大当たりですね。大当たりです。ありがとうございます。よっしゃ。使っても使わなくても1杯として。あ、わかりました。されますので。ただ、そうか。手元見たらネギいるわ。ネギいたわ。当たりだけど、あった、手元に。うん。せっかくならちょっと薬味全部入れちゃいますか。ちょっと合わせて、うん、うまい。薬味めちゃくちゃうめえな。うん、
3分半しか経ってねえぞやばいやばい。これでもう今16杯食べてるので、ザースバ1人前はあこれで完食してる状態ですね。うん、300杯遠くないですか。あの当店の女性平均が104杯。平均が104。男性の方の平均だと137杯になります。それ平均なんですか。平均です。さすがに大食いとしては301は超えたいですね。ぜひよろしくお願いします。ちょっと10分経ったらあと2分ぐらいでまたちょっとあの開けますか蓋付きを。めちゃくちゃ楽しいな。これで53杯ですね。4分の1ってまだ53はやばいですね。そうですね。あ、やばい、10分経った。ちょっと次黒いワン来たら開けましょう。来ました、これね、いきます。ちょっと今持った感じで嫌な予感しかしないんだけど、いきます。めっちゃ入ってるんですけどこれだと大体10倍から、まあ、ほぼ10倍近い量ですね。それがハズレの一番最大級です。あのお椀に入ってると分かりにくいんですけど、これね移したら分かるから。やっぱね一杯分あるわこれ。普通のお皿一杯分ある。うわーやったなこれ。しょうがない。しょうがないこれ。うん。でもめげずにあの10分また次経っちゃうので挑みたいと思います。70杯超えました。まだ70ですか。そうですね、だいたいザルそば炭酸で5人前ぐらいに到達します。うん、危ね、これでそうなってた今あれ40分って短くないですかこれ。あれ正直普段の大会とかチャレンジメニューとか40分だとすごく長く感じるんですけど、やっぱ自分で撮ったりとかするので。そうですね、思いのほか進んでないこれで今90杯になりました。90杯ですね。記念すべき8杯目にも蓋いきましょう記念すべき100杯目行かせていただきます。あ、これは絶対当たりだ。お願いします。外れだ外れだ、さっきより量少ないけど外れだ。さっきネギ持った時と同じぐらいの感覚だったんですけど、大外れでしたね。これで100ですね。お祝いさせていただきます。あ、
おめでとうございます。あんなシステムあるんですね。これ今回これ貸し切りでねやらせていただいてますけど、通常の営業の時とかにあの他の方が100杯出てあれ出たらやっぱこう誰だ誰だみたいなテンション上がるし、なんかより楽しそうですね。そうですね。すごい。121杯ですね。まだ121。みんなここら辺から一般の方でこう来られると挫折し始めます、うん、もうお蕎麦見たくないってなりますね。そうですね、よく言われます。やばい、言っちゃったから、もう10、あと残り20分目前なんで、またちょっと蓋付けをそろそろ狙っていかないと。いやちょっとあの子行きましょう。行きたくねえなぁ。これはこれは来たんじゃないかな。マジで行きますよ。からです。あ、からですね。大当たり。これが大当たりですね、はい、なるほど。入っていない。こういうのでも良くないところがやっぱこういうの一回始まっちゃうと、はい、それを求めてまた取ってミスるっていうこの、うん、いやこれあのお腹いっぱいとかで止まらなかったとしてももう物理的に間に合わねえんじゃん。ちょっとこの10分は今喋らずにガチで食べます。150杯来ました。150。ありがとうございます。まだ150売れるか。これで記念すべきざるそば10杯目。本当にわんこそばって、うん、おそばの香りが最後きつくなってきますよね。そばの香りを嗅ぎたくないっていう感じになってくると思うんですけど、いやー今マジで喋んなくても追いつけないかな。40分戦って満腹になれないかもって思ってるのは初めて。これ難しいな。これでやっと2キロ、はい、物理的に500は無理ですね。今もう2周目の後半にはさせられてます。ただ僕はそれ以上に15倍を1回食べてますけどね。そうですね。やばい、またそろそろお椀タイムが来る。やばい、言っちゃったもんだからやんないと。じゃああの残り10分になったので、次のお椀が来た際には開けさせていただきます。来ました。失礼します。あ、重いじゃん。おった、分かったわ、これは重い。いきますよ。まあ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 
10倍ぐらいですかね。ちょっとずつ下がってはきたんですね。この残り時間のタイミングで外れは心が折れますね。短いですね。ここからペースアップしていただければギリギリ300杯は狙えそうです。ここからはペースアップしないんですよ。240杯、うん、なりましたね。いますね。259杯で、これで260杯目なので、あと40杯で300ですね。いけそうです。280、300はいけますね。いけますね。残り4分ですね。あと10杯。はい。もう今1分で10杯のペースになってて、ペース上がってます。記念すべき300杯目は苦労なんでいきましょう。これ重いです。いきます。10倍ぐらいに戻りました。ちょっと上がりました。20倍、15倍、10倍、10倍引いてますね。そっか、でもやっぱり早いです。それで300杯達成です。おめでとうございます。そろそろ殻を出し続ければいい理論で取りましょう。いきます。薬味ですね。よかった。おめでとうございます。生姜をいただきましたね。はい。で生姜を入れつつ失礼して、はい、ダメなやつ。
はい、ダメなやつですね。はい。じゃあもう残り時間的に全然無理なので、実質400杯っていうそこを目指しましょう。あの杯数じゃなく。君だ。あ、ごまです。ごまですね。ああ。これはありがたい。十分そのさ。俺の目の前に黒がない。あ、うん。これで終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。うん。最終計測いたします。はい。310杯ですね。まあ、4キロぐらいのお蕎麦は今回食べていただきます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ということでですね、本日僕のこのくるくるわんこさんでの記録310杯ということで、一応月間の今のところの記録は更新させていただきました。いや、500は物理的に無理じゃないっていう思うぐらいなんですけど、まだねガチで挑む人もいるでしょうし、とにかくね今日めちゃくちゃ楽しかったです。いろいろねお話をしながらで、煽りでもね入れてもらいながら、僕も何度もこのわんこそばやったことありますけれども、正直人生で挑んだわんこそばの中で一番楽しかったかな。はい。まあ、先ほども、お話があったようにですね、若い方でも、お子さんでもねできますので、ファミリーでこれ家族でね楽しんでもらったりですとか、まあ、カップルだったりとかね、まあ、お友達と一緒にぜひ皆様わんこそばチャレンジして、動けないぐらいになってゆっくり帰っていただく、それがいいかなと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。